北斗が如く前回に追加でプレイしていきましょう。第8章歪んだ殺意ジャギかな。出てくるにしてはでも遅いよな。あ、ジャギ様ね。その資材はそこに積んでくれ。それが済んだら今度は西側の瓦礫の撤去だ。ん？ったく、必須そう。よし、いいモヒカンなのか。え、あれ死んでないのお前。デビルバース、いいやつになってる。どこにやればいい？おう、そいつは壁際に置いてくれりゃいいぜ。いいやつになってる。いいかお前ら、今日からこの家は俺たちが変えていくんだ。囚人とか兵士とか名門は関係ねえ。俺たちの手で前以上のエデンにしてやろうぜ。エンディングかと思うようなレベルだなこれ。そうだよな、貴様。死んだみたいなやめてくんない？エデンの皆さん、私はこの町を変えようと思っています。これまでエデンはスフィアシティがもたらす恵みを守るため高い壁を築き、来る者を拒み、人を疑うことで秩序を守り、選ばれた人間のみが幸せに暮らせる場所を作り上げてきました。ですがそれは正しい道ではありませんでした。真に幸せな世界とは、強き者が弱き者を助け、手を取り合いながら皆で幸せを分かち合う世界。今日からエデンは守る者ではなく分かち合う町へと生まれ変わります。そのためにまず私はここにエデンの全面解放を宣言します。うわ、なんと。城門は解放し、囚人には自由を与え、ここに訪れる全ての人々を受け入れようと考えています。でもそれじゃあ教皇軍や聖帝軍の連中が入り込むんじゃ。確かにその危険はあるかもしれません。ですがそれも私たち一人一人が手を取り合えば、きっとこの町は無法者の手から守れるはず。エデンはこれからより一層強くなります。あなたたちの手によって。貴様はいい統治者になりそうだな。ああ、こんな世界にこそ夢を語れる人間が必要だ。そうだな。ところでケン、昨日カジノのブラックジャックで負けそうになってディーラーの男を銃で脅したりしたか？するわけないだろ。何の話だ？やはりそうか。いや、実は最近町で胸に7つの傷がある男が出没して、もう入り込んでるのかよ。騒ぎを起こしているらしいんだ。何？
黒いヘルメットをかぶっている恐ろしく強い男のようだ。衛兵隊も今そいつを探しているとジャグネが言っていたが、もしその男の強さが北斗神拳によるものだとすれば、ああ、アイリをさらった張本人だ。もしやあの男か。ケン、心当たりがあるのか。ああ、おそらく。かつて俺が兄と呼んだ男だ。兄？同じ北斗神拳を学んだ兄弟子ということか。その男の名はジャギ。数年前、俺が伝承者と決まった日に、ジャギはその座を奪うため俺に襲いかかってきた。俺はジャギを退けた。頭が半壊するほどの傷を負わせてな。その後ジャギは姿を消したが、まだ生きているとは。なるほど、ヘルメットは頭の傷を隠すためのものかもしれんな。ああ、そのジャギという男が本当にアイリをさらったなら、俺はその男を八つ裂きにしないと気持ちが収まらん。ケン、探し出すために協力してくれないか。無論だ。俺も北斗神拳伝承者として後始末をつけねばならん。ジャギの手がかりを追え。ケン、とりあえず目撃情報があったカジノに行ってみよう。わかった。でもこんだけさ、ケンシロウさんみたいな感じの雰囲気になってればさ、さすがにね、なんか、あ、あいつ偽物だなみたいななりそうなもんだけどな。とりあえずカジノぐらいしかって感じか。よし、とりあえず行ってみようか。いるかな。なんだ、なんだ、あれがあれば安心って。開かれてるとこういう雑魚もいるよね。戦わなくて良さそうだけど。見つけたって言われてるけど。通りますね。よし。さっきカジノで一悶着あったんだが、お前さっきのやつに似てるの。似てない。いるか。いなさそうだけどな。ケンシロウさん、いらっしゃいませ。ヘルメットをかぶった七つの傷の男について聞きたいんだが。ああ、あの男の話ですか。思い出したくもないのですが。そうですね、最初胸の傷を見て私はてっきりあなたがご来店したものだと思っていました。ですが負けが込んできて態度が悪くなってきたのでお声掛けしたんです。すると、あっは、よく俺がケンシロウだと分かったなぁと、急に上機嫌になりまして。あなたらしからぬ口調でケンシロウを語る男。よからぬ企みがあるのだろうと考え、遠回しにご退店を促したんです。すると、今度はショットガンを取り出して、俺の名前をもう一度言ってみろと怒り出したんです。私は意を決して、エデンの救世主ケンシロウ様、と告げたところ、男は大変驚いたようでした。そして、あの男はこの町でそんなに過大評価されているのかと笑いながら店を出て行きました。上機嫌だな。ケン、ジャギという男は何が目的で町に来たんだ。俺にはさっぱりわからん。俺にもわからん。もう少し情報を集めよう。そうだな。なあ支配人、他にその男の情報を知らないか。
私は知りません。ですがバーもあの男の被害に遭ったようです。夜の営業なのでこの時間には誰もいないとは思いますが。そうか、ありがとう。めちゃくちゃ迷惑だよな。ケン、ひとまず改善だ。俺は他の場所を当たってみるとしよう。夜になったそのバーの前で落ち合おう。一旦部屋に戻って夜を待つといい。ああ、わかった。回復アイテム買っとくか。よし、行こう。また今度行こうぜ。そうか、っていうか聖帝サウザーの後にさ、ごめんね、あのジャギと戦うのさすがにちょっとな。別に原作の順番じゃないとみたいなところはあるけどさ、本当にあれじゃん、コートコだっていうことじゃないけどさ、強いのは強いんだけど、楽しませてもらうぜ。サウザーに関してはさ、あのレベル高くない？サウザーに関してはあのケンシロウがさ一回負けてる相手だからさいいんだけどさ、ジャギは全然あれだからな、一回も負けてないからな。よし、いた。北斗破人敵、経験値少ないな。30、32とかいけんのかな。よいしょ、はい、北斗残骸剣、3秒後貴様は死ぬ。よし、ちょっとリーチが長い。強くなったなあ。あ、宝の地図だ。いらっしゃいませ。さて、中級でいいかな。これが高いのはあれか、七星ゲージも上がるからか。いっぱい買っとっても別にいいんじゃない？ありがとう。埋まっちゃった。埋まっちゃった枠。見つかった。よし。やばい。一旦休むか。夜まで休む。問題が起きたバーに行くとするか。いるのかな、もう。案
案外レベル上げてなくてもどうにかなるんだねこのゲームね。っていうか敵がめちゃくちゃ硬く感じるんだけど。攻撃力上げるやつとかいるのかな。よし。大丈夫か？直すか？でも直してもな、今何ももらえないんだよね。埋まっちゃったからさ、枠が。何も持ってない時に話しかけよう。あ、いたいた。来たか、ケン。店に入ってみるか。はーい。おお、あなたは。ヘルメットをかぶった七つの傷の男について聞きたいんだ。あの男ですか。困ったことになりました。どうしたんだ。うちの店員が一人あの男に連れて行かれたんです。何があった。一昨日の夜あの男が来て、何を飲むわけでもなくずっと席に座って他の客を眺めていたんですよ。気持ち悪すぎるな。独り言のように、あの耳弟に似ているとか、あの手弟に似ているとかつぶやいていました。うん、弟か。じきに店が混んできたので、うちの店員がその男に何か飲むか店を出てくれと言いに行ったんです。すると男は立ち上がって店員を睨んだんです。ものすごい緊張感が店に漂いましたよ。そしてあの男はしばらく店員を見つめた後、お前の身長俺に似ているとつぶやき笑い始めました。で笑い終わったと思ったら、不意に店員の胸に手刀を突き刺したんです。手刀？ええ、目にも止まらぬ速さで左の胸に。店員もうめいたきり動けなくなってましたよ。それでヘルメットの男は。この男ちょっと借りるぞと店員を担いで店から出て行ってしまいました。殺すならその場でやっているでしょうから、衛兵隊の詰め所に捜索届を出して待っているんですが。そうか。ケン、どう思う。自分に似た身長の男を連れ去るか。相変わらず魂胆が見え。そうだな。マスターは衛兵隊の詰め所に届けたと言っていた。他にもジャギの情報があるかもしれん。ああ、行ってみよう。そんなことしてたっけな、原作で。まあ、いっか。一旦じゃあここで区切ろうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。